ここ最近ずっとトーマを見てないな。あいつ何してんだ？何って言われてもきっとどうでもいいことばっかりやってるんだろう。酒の席について行ったり飯食ったりで、屋敷に帰ってきたら掃除とかな。ああいうやつが増えてきたから武士の魂も落ちぶれていったんだ。ただ口先を動かしてるだけじゃ刀も錆びてくる。あいつの体にはモンドの血が流れてると聞いたぞ。なるほど、道理で。なんでお嬢様はよりにもよってあんなやつなんか雇ったんだ？はあ、最近ずっと雨が降ってるもんだからよく眠れないよ。お、君たちここで何してるんだい？何かあったのかな？し、ただ休憩時間に雑談してただけだ。行くぞ、まだ他にやることがあるんでな。俺たちは忙しいんだ。トーマ、お前も少しは緊張感を持った方がいいぞ。ご苦労様。でもそういうのは俺の休暇が終わってからだ。悪いね、ちょっとした用事があって少し遅れてしまった。まあ確かに聞こえてたよ。だが大したことじゃない。集団に馴染んでない者が非難されるのはどこでだって同じさ。裏で罵って鬱憤を晴らせるのなら言わせておけばいい。上里家にとっても悪いことじゃないだろ。そうだと思わないかい？うん、そうでないと。今日はとことんリラックスしよう。木漏れ茶屋を出てからずっと後処理に追われてたんだ。でもようやく休暇が取れてね。ここは人が多い。どこか静かな場所を見つけて今日の予定について話そうか。もちろん君をおもてなしする以上君の意見も聞いておきたい。前からずっと考えてたんだ。君をおもてなしする以上君の好みに合ったものにすべきだってね。でもどこに行くかについてはまだ明確なプランを立ててない。こういう時室内でまったりするのと屋外でリラックスするの、君ならどっちがいいかな？確かにせっかくの休みなのに外を走り回るのはごめんだ。だったら木漏れ茶屋に行こう。静かにお茶を飲みながら雑談できる、あそこ以上に適した場所はない。俺は先に行っていろいろ準備してくるからそこで落ち合おう。ようこそ。もう久しく木漏れ茶屋には来てなかったんじゃないかい？ちょうど食事の時間だ。早速腕を振るってみたよ。さあ俺の料理を食べてみてくれ。武勇亭にはかなわないかもしれないけど味は悪くないはずだ。どうしたの？そんな驚いた顔して。どうしてそんな誤解が生まれてるんだ。あの時は確かに変な食材を鍋に入れたけど、あれは遊びだったからで。普通の料理はもちろん普通の方法で作る。上里家の啓示として料理も美味しく作れないとダメだろ。とにかくしっかり味わってみてくれ。これは今日予定している特別なおもてなしの一つだよ。どうやら俺の腕前はなかなかだったようだね。ああ、一人で外を冒険するにしても生活の質には気をつけないとね。例えば君のマント角のところにほころびができてる。そのまま放っておくとほころびが全体に広がってしまう可能性がある。そうなったら
対処するのも一苦労だろう。後で俺が縫ってあげるよ。こういう針仕事は得意なんだ。火星についてなら誰にも負けない自信があるよ。掃除、料理、縫い物、どれも俺の得意分野だ。こういうのは俺に任せてくれ。ん？何か問題でも？おいおい、もしかしてシャブ業の人たちに火星科の授業をやろうなんて考えてないよね。それは難しいと思うよ。参加する人なんてほとんどいないんじゃないかな。それを使ってみんなからの印象を変えるのはさすがに現実的じゃないっていうか、まださっきのことを気にしてたのかい？でもこの機に火星の理念をみんなに伝えられるのならシャブ業にとっては確かにいいことだ。一人一人が自分の生活を管理できるようになれば、健康な体で仕事に励むことができる。少し試してみようか。大々的に宣伝する必要はあるかな。そうか。なら、しっかりとした準備が必要だ。多くの人が来るかもしれないことを想定して、授業で使う材料も事前に用意しておこう。机と椅子はこっちでどうにかする。だけど、料理や編み物に必要な材料は外で集める必要があるから。本当かい？じゃあ任せたよ。そうだな、スミレ売り、鶏肉、小麦粉が必要になるだろう。材料の用意ができたらこの後のことについて相談しようか。うまく授業が開けるといいんだけど。これで材料は用意できた。あとは場内に行って大々的に宣伝するだけ。ちょうどいい商人を一人知ってる。彼女の店は布地を扱ってるから、火星化に興味を持つ人を知ってるかもしれない。まずは彼女に聞いてみよう。布地を買いに。今回新しく仕入れた布地はいろんな種類の部屋着を作るのにぴったりですよ。ああ、後でじっくり見させてもらうよ。でも今回来たのは君にあることを聞くためなんだ。何でしょう？実は俺たち火星科の授業をやろうと考えてるんだ。でもどこに行って学生を探せばいいのか、その当てがなくてね。そこで、君に宣伝を手伝ってもらえないかと思ったんだ。火星科の授業では、縫い物の技術も教えることになる。もしうまく授業を開くことができれば、この店で、布地や教材用の道具を大量に仕入れることになるだろう。どうだろうか、店主。もちろん問題ありません。小倉屋をご贔屓いただきありがとうございます、トーマさん。確かに常連のお客様の中には火星に興味がある方も何人かいますね。店を閉めた後に聞きに行ってみます。私の予想通りならきっと来てくれるはずです。しかしその人たちだけではあまり人数を呼べないかもしれません。場内にいる優子さんは人脈が広いと聞きました。彼女にも聞いてみてはいかがでしょう。優子さん、その名前どこかで聞き覚えがあるような。彼女は火星に興味を持ってくれるだろうか。以前お話しした時、編み物が毎回うまくいかないと言っていました。トーマさんの持つ火星の技術なら彼女の心を動かすことができると思いますよ。そうか、ありがとう店主。それじゃ優子さんに話を聞いてみよう。温かい
もう聞いてよ、うちの旦那、家にいても全然家事をやらないのよ。休みの日になってやっと家に帰ってきたと思ったら、履物を脱いですぐに寝ちゃうの。はあ、うちも同じよ。仕事が大変なのはわかるんだけどね、腰を曲げて家事をやらなきゃいけないからもう腰が痛くって。私たち家事を詳しく教わったこともないし。こんにちは。どちらが優子さんでしょう。あら、私よ。あなたは？シャブ業の警視、トーマです。近々シャブ業で火星科の授業を開こうかと考えてるんです。興味がないかお聞きしたいと思いまして。火星科の授業？はい、いろいろな火星テクニックを学べますよ。例えば床掃除、洗濯、料理など、全て自分が何年もかけてまとめ上げた経験をお教えします。もちろん授業自体は無料です。かかる費用は材料費のみとなります。どう思う？なんか変よ、こんなにうまい話があるわけ。実は無料といっても期間限定なんですよ。そうだよね。最初のうちは宣伝も大変なため、お試し授業という形を取ったんです。ですので初めの数回は授業料をいただきません。お試し授業を受けてもらって、もし悪くないと思っていただけたら、今後も授業を受けてもらえたらと。もちろんその時は割引価格で受けられます。なるほど、それなら確かに納得できるわね。ただ質問があるのだけど、その授業参加できるのは女性だけかしら？もちろん違いますよ。老若男女問わず参加できます。私からすれば火星は一人一人身につけるべき能力ですので、仕事をする以前にまずは自分の生活を正さなければならない。そうだとは思いませんか？その通り。後でうちの旦那も連れてきて、この話をきちんと聞かせてあげたいわ。私も。そうだ、ついでに長野さんにも聞いてみた方がいいわよ。城内のお年寄りたちも時間があるはずだからね。人数がいた方が盛り上がるでしょう。それじゃトーマさん、私たちはひとまず失礼するわね。はい、私もお年寄りの皆さんに来ていただけるよう最善を尽くしてみます。なるほど、火星科か。私も若い頃は手先が器用だったが、年を取ってからはいろいろと思うようにできなくなってな。若者よ、火星科をきちんと教えられる自信はあるのか？これは君が思うほど簡単なものではないぞ。最善を尽くします。上里家の警視として何年も技術を磨いてきたので自信があります。よし、だったら私もその技術を評価しに行くとしよう。君の授業が役に立つものなら周りの人に広める。もし君の腕前が未熟であれば、私が皆に教えるのもやぶさかではない。ではご訪問をお待ちしております。さて、これで宣伝も終わったし、シャブ業者に戻ろうか。正直初めて火星科の授業を開くから、俺もどれくらいの人が来るのかわからない。全てうまくいくといいんだが。ああ、それと机と椅子は今晩のうちに俺が並べておくから、明日シャブ業所でまた落ち合おう。君はどれくらいの人が来ると思う？そうだね、あれほどしっかりと宣伝したんだから。
本当に不思議な感じだ。昔はいつも一人で火星をやってたのに、いきなり授業をすることになるだなんて。明日、君も絶対に授業を聞きに来てくれよ。本日は私にとって初めての火星科の授業であり、皆さんにとっても初めての授業です。まずは火星科の理念から話し、どうして火星をきちんと学ぶべきかを皆さんに説明したいと思います。さあ早くトーマさんの授業が始まりますよ。もちろんですよ。これまでこういった火星科の授業はありませんでしたから、あなたの席も取っておきました。座って一緒に聞きましょう。私からすれば、火星は特別な技能であり、皆さんの生活をよりよく管理する手助けになるものです。特に夫婦にとって、結婚とはお互いの生活を一体化させるようなもの。もし自分のことすらうまくできなければ、相手に様々な迷惑をかけ、互いの感情にも影響が出てきてしまうことでしょう。おや、どうして君たちまでここに？それは、私が誘ったのよ。ほら、先生は男性も火星科の授業に参加していいって言ったでしょ。何ぼーっとしてるの？先生に挨拶は？いや、その…あなた？トーマ先生、こんにちは。こんにちは。授業を聞きに来た以上、真面目に聞いてくれよ。では続きを。火星自体は難しいものではありません。本当に難しいのはそれを続けることなんです。長く続けるためには情熱か技術が必要です。ですので授業のテーマも楽に火星を行う方法にしました。はい、そこの方、ぼーっとしない。授業なんですから真面目に聞いてください。それとももう補習を受けるつもりですか？